<laughs> やったわ <laughs> 喜んでるこれもしかして <laughs>。 大河さんの動きヤバくね <laughs> <laughs> 名探偵シス、<laughs> <laughs> ゴミ箱のとこですねどっちのっあ下下ですねはい結構前ですかあマジ結構前かもちょっと前っすねー大津なるタイミングぐらいだと思いますよ死んだのあ、そうなんだそうす多分それぐらいでそうっすね,すねゴミのとこにいたのは俺も見てるんでんえっと アドミン、僕直したと思うんですけど、大津。直して、えっと、直し終わったタイミングで、めちゃくちゃ扉が閉まったんで、うん。それカメラで。そのタイミングだと思います。ますで、ヤブちゃんが、あの、通路を閉じ込められてるの、はい、カメラで見てる。はい、うん。はい。で、僕は左側通って、ストレージからエレキ行ったんで。エラちゃんはないですね、大津直してたんで。それは俺見てます。あ、大津直した人は白角なの。なら釈迦さんもないよ。 エロちゃんたちってどっから来たのエロちゃんとホロンさん。え俺は、俺たちはセキュリティーの方から。じゃあまあ、うそこで行くと,、えっと、停電になったタイミングは俺とアイセンさん、ウェポンで一緒に重なっててで、その後一緒にアドミンに行って、アドミンに行った時にモイモイさんが入ってきてで、俺がカードスラッシュ終わった頃にはモイモイさんとアイセンさんがいなくなっていて、 で俺がアドミンから出た時に O2 が鳴った。で俺はそのまま上に行ったんですよ。アドミン周辺に人がいるのは分かってたんで。うん。だからストレージの方には俺行ってなくて、カフェ O2 で直してたら、ホロンさんとエロちゃんが来たっていう感じなんで、その後だと思うんですよね。その,あのアドミン出たタイミング。いや、ワンチャンなる殺してから鳴らしてんじゃないですかそしたらまあ。じゃないと、その O2 のすぐ後だって、うん と思うんだよね、あの、扉が閉まったのが、じゃないと、やってから自分も一緒に閉じ込められる。で、一番近くなっちゃうと思うんだなるほど。殺してから、大2鳴らしたんじゃ。もえもえさん、大2治ったときどこいました大2治ったときは、ナビゲーションの通路のとこいました。いや、一気に下回りで。シールドらへんから行った、行きましたね。ああ、元気がでも最後、ウェポンの方からまたビに来てませんでした、レポートが入るとき。 2回ナビに用事あったんですか とりあえず状況整理をしたいなと思ってうん、うん、とおそらくあのー、殺してから鳴らしたって合ってると思うんですよねだいぶ大川さんの発言からしてもうん、うん、タイミング的に合ってると思っててそうなると、えっと、O2 が鳴る時に上側にいた人はかなり白いじゃないですかそもそもはい O2 が鳴った瞬間の位置をみんなに聞いた方があの情報整理できるかなと思いますアドミン の廊下ストアドミン前の廊下のカフェより。はい。そこの釈迦カさんは俺見てますね。カフェから入ってすれ違ったんで。ストレージ。エレクトリカルだったかな。そストレージの。俺、父さの間ずっと指とやってたんだけど、周りにいたの誰はい。ああ。お子さんなるはお子さん、お母さんだいぶ。 今な一人いたのは見えてる。間違いなのか。ちゃんは、俺とれちゃんはメドベイマイロフか。もいもいさんは？最新時ですか？あ、えっ、ー、と、はい、その大通が鳴った瞬間の位置。大通が鳴った瞬間。いやでも、えちょっと覚えてないですね瞬間は。うん 加藤さんはでもスレーージととかかコミュニケション俺、エレクトかロワぐらいだと思うけど。じゃあ、やれそうだったのって、加藤さん、モイモイさん、加藤さん、ソスさんさん、多分セキュリティのカメラ見てたんですよね、その直前まで。ずっと見てて、あは俺がリアクター入る前に加藤さんとすれ違ってるんで、まあ間違いないです。じゃあ、位置的にはちょっと難しいかな、加藤さんは。外してもいいぐらいの位置だよね。って思ってました、俺は。まあ、殺しても上に行くって。 まあ、どうなんだろうな。まあだグレー1にいるの方が俺とモイモイさんとソさんじゃないですか。うつつね、そうですね。一番濃いのはそこっすね。うん、まあ、これ以上は詰めれないと思うんで、あれですけど、だいぶ色が出たかなと。俺モイさん,ん,あ,さんあんがないな。モイさん、やったいやー、ちょっと1日目長くて覚えてないですね。 イスさんに合わせたかったかなどうだろうな。 ちょっと一ちだけ聞いてもいいですかロアクタリアクターリアクターまたロア加藤さんって今どこにいます今最終ロアとセキュリティの間の十字路のとこあじゃあ下取っていったっすかねいや俺カフェアッパーだねあん。ウェポンズからそっち行ったってことですね うそえっと、シールドにあってシールドじゃないごめんなさいシールドとセキュリティのの、えー、セキュリティじゃないとんだっけあれナビ,ナビの間ごめんなさい、はい、そこのベントの横ら辺に落ちててでえっと動かない影がずっとあそこにあったんですよナビにで俺リアクター乗ってる間見ててずっとアドミー、うん、だったんで見に行ってできるとしたら加藤さんしかいないかなと思ってこれ鳴ら,鳴らしたっていうか聞いたんですけど じゃあ、リアクターが鳴ったタイミング、俺、大川さんと一緒にセキュリティーですあ、タス。エレクトリカル。ああ、そうだ、ごめん、失礼。エレクトリカル。そうですね、だから影で言うと2つしかなかったんで、俺、ほぼ確保だと思ってたんですけど。<laughs> 違うかな。リアクター直したの誰だっけはい。俺と、そうですね、もいもいさんかなはい。上直しました。トスさんはその後に入ってきてるはずですね。えっと、リアクターに。はい。はい、4番目かな んじゃあホロンさんの方が先に行きえろエ,エロちゃんはアドミンた。多分、多分、多分、うっすね。ホロンさん、そうすソースさん。ホロンさんはメドベーにいたんだ。見てた人いるえ？いエロちゃんは見,見てた人。ん見,ない見てない。見てな,<れ>ない。見てない。見てない。カメラ見てないっす、ね。見すな俺はリアクター直すに行くまで、はエレキにいて、<ー>えー、そこからローアー行って、 リアクターですけどその間に加藤さんには加藤さんに、えー、とポコさんには会ってないですだ、うん、から右動いてないはず絶対左側には行ってないと思う<の>一番最初ウェポンズで俺と加藤さんとポコが3人一緒だったからで俺はカフェからアドミ行ったんですよなので、うん、その2人しかないかなと思ってたんですね俺はうう あ俺視点だとオレンジ赤うーんどうしよっかな。 わああマジか見つかんなかったね初めて勝ったーやっぱエロちゃんかお母さんこったそうっすねエロちゃん <laughs> エロちゃんうまいな信じてたわ <laughs> <laughs> マジっすか俺結構信じてたあ信じてたっていうか あの結構通報した瞬間に、はい、最終位置を教えてほしいって言った時に結構みんながバラバラバラって言っちゃったけど最初エロちゃんか加藤さんの位置聞きたいみたいなのを言いかけてたからはいはいはい加藤さんがどこにいるか見えてたんじゃないのそうですね一番最初の動きで、うん、右に来てたのが加藤さんとポコのさと俺の3人だったからはいはいはいは、うん、い,いう、うんそれですね